先輩です。決心です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。今の何？わかりません。残月が謎の動きをするんです。バグだと思いますが面白いのでよし。奇妙すぎるでしょ。さて、改めて図書館に来ています。猫ちゃん追悼の部屋もあったなぁ。いいけど複数つけるとカオス。こんなところにも鳥居がありました。何のワープ、と思うの。はい。なになに、一瞬でわからなかったよ。もう一度やりますね。スイッチで開いたあそこに登るためのワープです。あ、そういうこと。その先には何もないけど、マップ埋めのための優しい配慮ですね。あ、あれ、ちょ、ここに優しさはないのか。ここにはワープがないんだ。一番欲しいところにないってどういうこと。うわ、狭すぎて難しい。おい、ダンジくん、足を開きすぎなんですよ。危ないよ。くっと、あ、間抜けすぎる。下の HP を取りたかった。OD はいないのね。めっちゃ寂しいんですけど、本を貸してほしい。結局誰もいないんだね。もてなしてくれるのは魔物だけ。なんて悲しい。よし、攻撃力を上げてもらったら、効果が切れないうちにボスと戦おう。頼もう。そんなことができるんだね。あ、切れた。マジ？くぅ、なんだよ、ダメか。考えてみれば最初から2段ジャンプできるし、再現すらできる残月は、このボスを動きで圧倒できるんだよな。そうね、本来普通のジャンプで戦うもの。そう思うとついて心加えたくなる。なんかさ、最初にブラッドレスと戦った時より、全然苦戦してないよね。そうなんですよ。なんかゴリ押しでも余裕でいけるので、順番が違うとこうなっちゃうんだな。まあその分ブラッドレスの時は地獄を見たけど。さあこの調子で今回もどんどん進みます。ここのボスは大迫力で好き。ああ、わかります。ただ、どんなに強くなっても、倒すのに時間がかかるのはちょっとね。そうか、決まった場所まで移動するからね。どうしても待つ必要があります。あ、柱が邪魔。ふーん、今はいけないんだな。こっちはいけるけど。毒ガエルが一番の強敵だったりして。厄介なのは間違いないね。お、HP アップがあった。だいぶ増えてきたぞ。そんな感じで早くもボスに到着。そういえばこんなところも行けるよな。何もないのが残念だね。ドラゴンキラーとか置いてないのか。よだれが垂れてますよ。おお、いい火力が。強力動作とか忘れてるな。まあでもこの程度ならやっぱりゴリ押しでいけるな。あんまり良くはないよね。多分そろそろ倒している気がします。ほら、大迫
力。どうだ、今ので倒したでしょ。この処刑の位置まで移動してね。どうしても時間かかっちゃうね。この位置で一回攻撃する。ちょ、カメラさん、どこ映してるの。あと音響さん、ボス戦は終わってますよ。まだボス戦の曲だね。つかみを回避したからかな。終了。これで一気に帰れます。あ、入り口か。さてと、マップはこんな感じですね。なんか最短距離で攻略したみたい。ほんとですね。ということで毎回恒例、赤い月チェックですが。赤い。そうなんです、なぜか真っ赤になってました。ボスのせいか、マップ達成率のせいか。いやー気持ちいい。よし、じゃあ終盤に突入じゃ。いきなりだね。ただ、進んだのはいいけど、もちろん難易度はぐっと上がりますよね。そうだよ。この強さでいけるのか。レベル24だったね。どうなんだろう、適正ではないと思うけど。ちなみに、プレイ中はまだレベル制を意識してません。マジで、いつまでよ。ですからラスボスまでなんです。まあこの辺で気づいたのは気づいたのですが、あえてレベル上げをしようとは考えませんでした。あ、これ。空爆ですが、属性1が突撃します。これは良くないですよね。かっこいい。さあこのエリアもスルーしていきますよ。結局やることは変わらないのね。あれ？スルーできない。めっちゃ挟まれてる。なんだこの地獄は。そうか、たまに抜けられない敵がいるけど、大砲もなんだな。お、勝負するかい。はっはっは、まだまだ甘い。どうだい、シャードなしでも残月なら余裕だよ。あの人本当に忍者。こっちの侍の方が早かった。勝負にならん。うつけが、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 おそ、うつけが。俺より早いやつがいると。いっぱいいると思います。そんなことしてるとこうなります。これがなかったらマジヤバかったかも。やっぱり辛いエリアなんだね。それなのにセーブがここにしかありませんからね。ハードですよ。よし、じゃあボス戦行ってみよう。ここから攻撃できれば楽なのに。ミリアムで外からやったことあったね。あれ残月でできないかな。まあ素早い移動がないから無理か。しかもインバートがないから普通に戦うしかないのか。そういえばそうだね。この状態で戦うのは初めてだな。ちょ、そんな攻撃があったの。そもそもどんな攻撃をしてくるかすらあまり意識してなかったよ。いつもインバートで顔の横で攻撃してたもんね。はぁ、何このダメージ、すご。笑い方が腹立つ。うん、一気にヤバくなったぞ。あれに挟まれたら大ダメージなのか。このコインもバカにならないし、これ怖すぎ。余計な動きをして嫌わないようにしよう。
じさんドキドキする絶景になったね。やば、終わったと思った。決心メッチ。でも少しのミスでアウトだね。そうだ、残り HP がお腹のコインでわかるんだ。ひえ、わっちも瀕死じゃない？やばいって。にゃがにゃが、私も笑う余裕が欲しい。そういえば482G か。ガーニッシュメント。あ、全然回復してない。よかった、これなら余裕だ。これだけしか。すみませんね。やった、貧乏に救われたね。大金を持ってたら終わってました。あれ、でもこれセーブに戻るまで危険じゃないか。そういえば、決心メッチ。いやぁ、怖すぎ。頼む。ふぅ、いやだ、一番ドキドキしたよ。よし、それでは次回をお楽しみに。もう終わりそうですね。そういえばそうだ。そう思うと名残惜しいな。うつけぐ。ちなみにレベルは25になりました。ノクタン。また見てね、ノクタン。